2019年の、まあ、クリームがいろんな相手と恋愛したりとかしてるのが描いてるんだけど、結局同じことをしてるよねっていうところにポイントがあって、だからその中に入ってから行われるこう男女のアクションとかが同じだったりとか、何回も何回も同じこと繰り返して、私何してんだろうっていう方が、それを映像で表すと、まあそういう感じなのかなとか。2015年、2016年、2019年いろいろあって、いろんな彼がいて、いろんな彼女がいて、で、まあ Now のクリームもここにまた来て、で、まあそこでちょっと成長してたりとか、まあその差があったり、着てるものとか、タトゥーの量とかが差があったりとか、まあそこでそのゲームオーバーのリリックとかもちょっとリンクしてきたりして、なんだかんだあったけど結局ジエンドです、隣にいるのはベストフレンドっていう、その感じもここのダイナーでちょっと描けるというか、ちょっと今ね、どこが映り込むかわかんないから、どこの席でやるかわかんないんだけど、基本的にはここで、あの、俺とこうなんか喋ってる、はい、坂本と自然な感じで、大丈夫だよみたいなのがあって、で、ここに置いてあった、用意してた花を渡して、で、みなみが、ありがとうみたいなで、喜んでたら、こっちからカエルちゃんが来て、クリーンソードをそのまま置いて、みなみが飲んで、あー、美味しい、みたいな。そうです、2019年、はい、の南さんのです。2019年ぐらいに買ったやつです。これもうまんま当時の感じを再現しているみたいな感じですね。 そしてウィッグ被ってるんで、当時は黒髪だったんで。なるほど、すごいね、ウィッグがね、顔にかゆいで、このピアスもちょっとメイキ剥がれてるんですけど、それぐらいの時につけてたやつ。すごい2019年の。そう、なるべくタトゥーとかを見えないように長袖を全部目立つ、消すのが大変だから。その頃はまだ入ってなかったみたいなタトゥーが多い。そうですね、あ、まあちょいちょいあるからみたいな。2個ぐらいしか入ってなかった。なるほど、よかった。 OK、 おー、いいね。はい、 OK です。おはようございます。じゃあ2019年、お疲れ様でした。お疲れ様その頃入ってなかったタトゥーを今全部消してます。お、今回のビデオ、その何年の自分みたいな、こう過去に遡るようなコンセプトがあって、はいはいはい、そのコンセプトにひたすら忠実に行くためにこういうことも全部やってみようと思って2015年はだから顔はほぼ入ってなかったみたいな。顔とか首は入ってなかった。そうそうそう。わー、なんかない。ねえ。すごい、マジで。なくなった、なんか綺麗。本当にすごい。おはようございます。2015年の僕です。結構髪の毛変わるだけでなんか印象がらっと変わるでしょ。だいぶ熱いですよね、こう見ててなんか昔思い出せるみたいな MV にもなるし。今回のアルバム作る時とかに意識したの、昔から応援してくれてる人とかにももう一回こうアルバムをなんか改めてクリームを聴いてほしいなみたいな、うん、なんかそういう意味もあって、どこか懐かしさだったりとか、ファーストアルバムの時に歌ってたような内容だったりとか、まあ、そういうのを結構リバイバルさせて、クラブパーティーじゃないみたいなだけじゃないクリームをこう表現したつもりなんで、こういうちょっと長年応援してくれてる人たちへにやりとする、いきます。はい